79回目、ハマックストリーム79回目の夜を迎えました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日は水曜日の夜、水曜日の夜、ハマックストリーム皆さん楽しみにしてくださっている方もいらっしゃると思いますが、今日はなんと花火を中継したいと思っております。こちらが第70回、記念すべき回を迎えた、眩しいなこれ、記念すべき回を迎えた神奈川新聞の花火大会、予定では1万発って新聞では出てましたけど、1万発の花火が、ここからだと、赤レンガ倉庫のちょっと右側上に出る予定でおります。今、観覧車の時計を見ると7時6分です。予定では7時15分から、花火が開始される予定ですので、あと9分ほどで花火が打ち上がる予定ですが、その前に中継を始めて、皆さん、マイクが落ちた、中継を始めながら、皆さんが退屈しないハマックストリームの中継を心がけたいと思っております。今日はですね、ここの、大桟橋の付け根にある、大桟橋スタジオという、今横浜市民放送局の事務所として使わせてもらっている駅再開ビルの屋上を開放してもらって、特別に中継をさせていただいております。いつもはですね、入れない屋上がこの花火の日は特別に開けていただいているので、本当に限定の方々しか入れないんですけれども、下の方を見ると大桟橋もものすごい人です。象の花パークもすごい、ものすごい人であふれ返っております。もう警備員さんが至る所に立ってて、車が制限されてて、もうぐっちゃぐちゃな人になっているところがですね、ここにいるとそんなに人がまばらにいる感じで見やすいような感じになっております。で、今日は月が満月で綺麗な、どこがカメラか、こっちが月はいいんじゃない本当にね、いい月が、十五夜を思い浮かべるような、いい月が上がっております。その月とは反対側になりますが、僕のちょうど後ろ側に花火が上がるような位置でおります。で、もうそろそろ8分、あと7分ぐらいで始まる予定なんですが、続々とこの、駅再開の屋上にもですね、人が溜まってきて、おります。今日は8月1日水曜日ということで、もう早いですよね。1年も7ヶ月が経って、半年と1ヶ月経っちゃったということで、8月1日の花火は横浜ではちょっともう名物花火になりつつありますが、海の日の山下公園の花火がなくなってしまったので、唯一、盛大に花火がやる日はこの8月1日の神奈川新聞の花火大会しかなくなったということで、多分年に1回のこの横浜の港で拝める花火ということで、多分人がすごい、ものすごい人になる、40万人ぐらい来るっていう話を聞きましたが、本当にすごい警備が大変な、夜を迎えております。どこもかしこも人で、たくさんの人がいますが、なんか変な感じ、港未来の夜景見れるのかな、いろんなカメラがこう向かっておりますが、奥のですね、左、皆さんから右手には本当月が綺麗、ベイブリッジも綺麗、そして今日はアスカ2が、止まっております。日本の誇る豪華客船アスカ2が見えて、赤レンガ倉庫も見え、今まだ7時9分ですけれど、ランドマークタワーの向こう側にはちょっと夕焼けが出てますね。今日ちょっとすっごい暑くて、台風の影響で風も多少あるので、涼しいっちゃ涼しいですけど、ちょっと蒸し暑いというか、湿度が高い夜になっておりますが、皆さん見ている方はこれお仕事しながらとか、見ているんでしょうけれども、一応ここ、4階の上の屋上はですね、飲食禁止になっておりまして、我々は飲食せずにというか、する場合は部屋に入ってということで、飲食禁止になっております。いろんな人が、変な人がいっぱいいますが、こんな、もう今10分、あと5分で綺麗だな、夕焼けが真っ赤に燃えた太陽だから夕焼けが綺麗な、あ、じゃあ、扇子？扇子の落とし物扇子をここに落としたんですか？
これは違うな。これかと思ってた。センス、まあ落とし物、もしあのユーストリームご覧の方でセンス落とし物見つけたら、あ、違いますか。ユーストリーム全世界、ね、もしあの、もしあの、あのかわいそうなチャーミーにセンスを譲っていただける方がいらっしゃいましたら、ハマコストリームの準備局までご連絡ください。ここ駅再開の4階は、あ、4階の屋上はすごい今どんどん人が溜まってきておりますが、あったじゃん。あ、センス入れよ、カバー。センス入れはセンス入れはあるけどセンスがない。今日は 1,2,3 台のカメラを切り替えつつも、別途カメラが切り替わってて、いつものように配信は皆鏡こと小泉ディレクター、カメラ1はモイモイカメラ、いろんな人が手伝っていただいてこの、中継が実現できておりますが、こっからだとキングとクイーンと、あ、ジャックも見えるんだな。一応3頭が見えますね。三島物語。あったじゃん。え？センスありました。あのこんなセンスのないチャーミーにセンスをいただける方がいましたら。あ、マナフ君。こんにちは。いろんな人が入れ替え出し替え来て楽しいような。あと 2,3 分で花火が打ち上がる予定ですが、で次々といろんな人がどんどん打ち上がるような感じになってますが、あんまりそのこの中にロープの中入んないでね。ロープの中入んないでね。あんまり聞いてないな。ロープの中入ん、3番種だ、3番種。ロープの中あんまり入んないで、ロープの中あんま入らないでください。はい、ダメです、怒られちゃいます。いろんな人がいます。しかも携帯電話がいつものように全く通じません。電話したいところでもありますが、ちょっと友達が一人来てなかったりいろいろしてますが、もう13分あと2分で、花火が出ます。さっきからヘリコプターがいろいろ飛んだりしてますが、あのヘリコプター花火クルーズというのが15分1万5000円1人、飛んでるんですが、今日もいろんな人が入れ替え立ち替わり、ヘリコプターが今はいないけれども、アスカ2の花火クルーズっていくらぐらいするんでしょう。今あの加藤さんの肩の後ろに見えるのがこれアスカです。アスカ、あ、こっちのカメラこっちか。そう、アスカもうそれ隠れちゃうから目の前で、え、そんなに動かなくて。あ、そう、目の前で見ると本当ビルのような、10階のビルが海の上に浮いてるような本当にでかいアスカ2なんですけど、中乗ったことないんでよくわからないんですけど、結構あのよく見ますよね。お、和田先生がお出ましになりましたが、もうなんかみんなあの飲食禁止だって言ってるのにみんな持ってるし、怒られちゃいますよ。じゃあ、共犯にしてもダメですか。放送の妨害を。あと1分ぐらいでもう花火が打ち上がる予定ではいますが、どうしましょう。あ、始まりました。打った。始まりましたよ、花火が。来ましたね。はい、じゃあもうゆっくり花火を見ていただきましょう。これはね、¡Gracias!
頭花火で爆発。35ミだもん。最またこの何ていうの暗くなりかけの花火がいいっていう感じだよね。
大きいのは8時ぐらいに上がる。
キはしてないんだけど、あっちにはドキドキしてるけThank you.
リュックじゃないのかな、ね、ああいうのって、ああいうのも持ってた、飛行機よりゆっくりじゃん、そうそう、あれヘリコプターっていうのわかるんだけど、そうそうそう。Thank you.
Thank you.
で。コミュニティだ。さ、生演奏はどのタイミングでやったらいいんでしょう。今でもライブって誰か持ってんの、ライト、あ、ある、あ、じゃあ8時過ぎたら今ならもう切り込んではどっちに選択ぐらいにね、2択カメラ位置は どのカメラ、ボイムさん、Sorry, sorry, me, jump down.
Thank you.
会話行く。紹介します。今ちょっとあの花火のインターバルだと思いますけども、横浜のこの放送を聞きの皆さんに、インターバル、そして、終わってからフィニッシュしてから、今日ビッグなアーティストを紹介したいと思います。From Spain から来ましたミスターマニューです。マニューさん、Yeah. Thanks a lot. Yeah. Enjoy. I don't know how. Okay. Just a little.Could you sing play then? Yes, of course. I will play an original song called Would You, maybe? Yeah, okay. That's good. So I start. All right. And ちょっとね、まだ花火あるんですかね、これね。ね。あ、まだあるんですか。あ、まだあるそうです。皆さんね、あと最後の、今多分煙がですね、毒のをやってるかどうか。お客さんでもね、いっぱい帰ってますけどね。せっかくなんでちょっと今あのまだ花火が始まってないんでマニューさんの歌をちょっと皆さん聞いてもらいましょう。マニューさん。Yes, I'm sorry. Could you OK. これで撮れますか ？OK。No.I can breathe if you're not here. So many times I tried to learn. I can breathe if you're not here. So many times I tried to learn. Would you save my life? I feel that.He'll never be here. Would you save my life? I feel that he'll never be here. No, oh, oh, oh. I can breathe if you're not here.So many times I tried to learn. Would you save my life? I feel that you'll never be here. Would you save my life? I feel that you'll never be here.You'll never be here. Thanks. Yeah. Yeah, Manuel さんに大きな拍手をどうぞ。Let's go. So, 彼はあの、1週間前に、日本に来て、そして今日本でレコーディングをしてます。この間ハリウッドのですね、プロデューサーたちとセッティングをしまして、今度クイシ・ジョーンズがですね、彼の曲を聴いてくれることになってます、ということで花火が終わりましたんでもう一曲もうワンソング彼のオリジナルソングを聴いてみたいと思います。あのマニューミスク、あのクリプレイワンマーソング maybe a tourist more one only a little part of one okay yes
お楽しみください。Goodbye, the neck is so much hard to me. Leave me alone, leave me in peace, let me fall where you live. Yes, goodbye, the neck is so much hard to me. Leave me alone, leave me in peace, let me fall where you live. To me, hard to me, let's get by to make this so much hard to me. Leave me alone, leave me in peace, let me fall where you live. Let's get by to make this so much hard to me. Leave me alone, leave me in peace, let me fall where you live. どうもありがとうございました。マニューさん1ヶ月間日本でレコーディングします。もう本当今日が日本で初登場です。もう皆さんでね、あのチェックしてください。マニューです。スペイン from スペインです。ファイアワークスボーイ、よろしく。みんなで大きな拍手をありがとうございました。 Thank you very much. Thank you マニュー。 Thank you。 ナイス。アンコール、アンコール、アンコール、One more. No more. All right. That's佐藤と申します。ここは、大桟橋のたもとにある駅西海病院の屋上になります。今日は第70回、70回でいいのかな。なんか記念の年でしょ今年。花火大会が、ハマッコスリーは79回、花火大会が第70回の記念すべき花火大会を今日ここの駅西海屋上から皆さんと一緒に生中継をしておりました。でさっきマニューも飛び入りやってくれたりいろいろしたんですけれど、花火がなんか尻切れトンボのような、今年はいつもね花火が終わるとあの最初になってたような花火が鳴るんですよ。だいたい終わりっていうような合図のあれがなくて、いきなりあの観覧車のライトがついたりで終わりみたいな感じでしたね。という感じでもう8時半ですが、終わりになりましたが、皆さん最大150人ぐらい見てくれてたのかな、なんかいっぱい見てくれてて僕も見てましたが、中継ちょっと遅れてる、まああの音もねなかなか伝わりづらい部分もあるとは思いますが、仕事している傍らユーストリーム楽しんでくれた方も多いんじゃないかなと思います。このハマッコストリームはですね毎週水曜日この時間に
必ずお送りしているものです。でいろいろな横浜各地からですね、いろいろな人たちが出てやる浜っ子ストリーム、毎週水曜日19時から1時間ぐらいの予定で放送しておりますので、そちらもぜひご覧くださいということで、村さん、浜っ子ストリームもそうですけれども、横浜市民放送局はこういう喋ってくれる人、プラスカメラ操作してくれる人、プラスちょっと興味があるんだけど関わりたい人みたいなお手伝いも募集しておりますので、ぜひぜひお越しいただければというふうに思います。まだまだここの盛り上がりは冷めようにありませんが、今日は満月でもあります。襲っちゃうぞ、狼になっちゃうぞっていう人も含めてですね、この後ちょっと飲みをして、健全に帰りましょうということで、綺麗な満月、そして綺麗なベイブリッジ、そして大桟橋、クイーン、ジャック、キング、あとみなとみらい、赤レンガ倉庫の夜景を見ながらのこの、花火大会、第70回神奈川新聞の花火大会、8月1日お送りしました。皆さん楽しんでいただけたでしょうかということで、締めていいのかな、俺なんかが俺なんかが締めていいんですか。はい、じゃあディレクターから OK ができましたので、また、来週の水曜日7時から浜っ子ストリームをお送りしますので、ぜひご覧くださいということで、今日は本当にいろんなスタッフが関わってくれて、皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。